皆さんこんにちは、ガジログです。9月19日木曜日にファーウェイがグローバル市場において新しいスマートウォッチ、ファーウェイウォッチ GT5、そしてファーウェイウォッチ GT5 Pro というモデルも発表されました。また他にもね、いくつか発表されているんですが、また別でご紹介していきたいと思いますが、今回はこの GT5 の主な特徴を GT4 とどう違うのかも含めまして、ざっと解説していきたいと思います。ファーウェイグローバル公式サイトの情報を日本語翻訳してお届けしたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。ということで主な特徴をご紹介したいと思います。前モデルの GT4 と見た目というかデザインがね、ほぼほぼ見た目は一緒になっています。そして先に行く、向こうに行く、探索、そしてあなたのエッジを見せると出てきましたけども、この動いている様子が今出ていますけども、めちゃめちゃかっこいいですね。今回メインでご紹介しますのはこちらの 46mm になっています。そしてね、 41mm というのも準備されていまして、どちらかというとやはりね、女性向きのデザインになっています。ということで 46mm の方はカラーバリエーションとしましては、ブラウン、ブルー、ブラックと3色展開となっています。特にこのブラックを見ますと、前回の GT4 とまるっきり同じなのかなという感じになっています。そしてブルーの場合こういった感じになっていますね。すごくエレガントになっています。そしてボディには超硬いコーティングが施されていますよと出てますね。さらに細部まで細心の注意を払って作られているスクリーン、およびデバイス全体の均一なナノフィルムの防水仕上げ、ダブル対スクラッチ性の堅牢な耐水性と耐食性がありますよと出てますね。このあたりはね、前回の GT4 と変わりはありません。そして画期的なファーウェイイージーフィットデザインで、ストラップを取り外すために押し下げ、あなたの服に合うか、あなたの気分に合う色と出ていますね。うまく解釈するならば、簡単にこのストラップを外すことができて、気軽にね、着せ替えができますよということになっています。そしてフィットネスの機能ももちろん入っていますね。この画面を見る限り、ランニングのワークアウトの結果になると思いますけども、風のように走る、シームレスな手首ベースのナビゲーションと、GPS が入っているわけですね。そして地図付きのリアルタイムルートで、ワイルドに走り、怪我を防ぐのに役立つリアルタイムのランニングフォームデータの恩恵を受けています。これまでにないルートドローを使用して、クリエイティブな形のルートを選択することもできますよと出ています。そして道路を走るとありますが、ファーウェイヘルスアプリでサイクリングセッションを監視すると、時計がオートリンクされて、両方のデバイスがリアルタイムデータディスプレイを備えた自転車のコンピューターに変わりますよと出ています。さらによく食べて運動するとありますけど、ステイフィットアプリを使うことによって食事と運動のバランスを取りますと、昨年導入されましたボディメーカーのカロリー計算のアプリになりますね。現在の消費カロリーと摂取カロリーをね、このディスプレイ上でこのようにメーターで見ることができます。この機能ももちろん入っています。さらにランニングのフォームなどを分析する機能がついていたり、さらにはワークアウトは100種類以上内蔵されていまして、このあたりはね、前回の GT4 と同等となっています。そしてこのアクティビティリンク 2.0 は、健康的な生活を日々の現実にするためとありますが、このリング機能ですね、おなじみのものもついています。そしてね、先日発表されたばかりになりますけども、ファーウェイトゥルーセンスというシステムが大々的に発表されまして、その中でですね、独占的なエモーショナルウェルビーイングアプリで、メンタルヘルスになれ、ファーウェイトゥルーシンデータを使用して現在の気持ちを伝えますとありますが、手首を上げて気分を確認し、パンダの表現が変化して自分の心の状態と一致するように驚嘆しますと出ていますが、ざっと言えばですね、メンタルヘルスの今の気分の状態になりますけども、このような表情とかね、カラーによって表現してくれるわけですね。似たようなものとしましては、 Amazon Fit のレディネスという機能があるんですけども、それとねちょっと似てますね。メンタルヘルス、精神的な部分での現在の健康状態をこういった画面で表してくれるようです。そしてストレスの指標がもし高くなっている場合は、このような画面が出てきて、深呼吸しませんかっていうような案内が出てきています。そして昼、週、月、年であなたのためにレイアウトされた感情を見て、体、心、魂を良い状態に保つために調整された睡眠とフィットネスのヒントを恩恵を受けてくださいとありますが、気分が憂鬱だなっていうような出ていますけども、こういった健康指標がエモーショナルですね、感情の健康機能が今回搭載されています。そしてコアで気遣うとありますが、女性の健康に関する機能や、また睡眠測定の機能や
さらにですね、脈波不整脈分析とありますけども、これはねちょっとサポートされている国っていうのは日本には該当していませんが、グローバルにおいてはこういった機能で、ね、使える国もあるようです。さらにはボディのサイドにあります上と下のボタンを押して時計のスクリーンショットも撮ることができるようです。そして簡単にナビゲートされた最適化されたインターフェース、色分けされたアプリ、合理化されたカード、シームレスな移行ということで、様々なカラーリングやデザインでそれぞれの機能を見ることができるようになっています。そしてディスプレイ上にキーボードが出ていますけどもね、ディスプレイ上でメッセージの返信ができるようになったようです。これは日本語にも対応しているかどうかはまだちょっと分かりません。さらには Bluetooth 通話にも対応しているということで、本体にマイクとスピーカーも内蔵されています。スマホにかかってきた電話を受けたり、また GT5 本体からスマホ経由で電話を発信する機能もついています。さらにはお気に入りのアプリをダウンロードとありますけども、アップギャラリーっていうねアプリケーションからいわゆるミニアプリとなりますけども、スマートウォッチで使えるアプリをインストールすることもできるようです。そして気になるバッテリー持ちになりますが、ハーウェイウォッチ GT5 の 46mm に関しましては通常仕様で14日間となっています。そして AOD を使った場合は5日間となっていますということで、前作の GT4 と通常仕様において14日間は同等となっていますけども、 AOD を使った場合は GT4 は4日間でしたので、わずかながらですね1日使用日数が増えています。そしてこのファーウェイウォッチ GT5 は iOS と Android の両方に互換性がありますので、どちらのスマートフォンでも使うことができます。ということで、まだ出てこなかった詳細スペックについて確認していきたいと思いますが、気になるところだけ見ていきたいと思います。まずはストラップになりますが、ブラックの場合ですね、フローラエラストマーストラップが採用されています。単なるシリコンストラップではありませんので、肌に優しい素材ですね。そして柔軟でありながら装着感というのは抜群のストラップが、高級素材のものが使われています。そしてブラウンに関しましては、コンポジットレーザーストラップということで、本革のねものが使われていますし、さらにブルーに関しましては青い織のストラップということで、これ実はですねフローラエラストマーとナイロンの複合素材となっているようです。そして重さになりますか、46mm に関しましては約 48g とありますが、これはストラップを除いた重さの本体のみの重さですね。ということで、このあたりもそんなに前回と変わっていません。そしてね、ちょっと遅れて紹介しますけども、ディスプレイのサイズ、こちらも変化なしで 1.43 インチのAMOLEDディスプレイとなっていて、解像度は 466×466 と前作と変化はありませんでした。また時計のケースの素材に関しましても、ステンレススチールを採用していまして、これも前回と変化はありません。さらにセンサー類を見てみましても、これもね前回のGT4 と変わりはありません。特徴的なのはこの気圧計センサー、そして温度センサーもついています。そして防水レベルに関しましても、前回と同様に 5ATM 防水で 50m 相当の水圧に耐えることができるようになっています。プラス今回の GT5 に関しましては IP69K の低角に準拠しています。防水と防塵に関しましては最強レベルとなっています。さらには衛星測位に関しましても L1 と L5 の周波数帯に対応しています。 L1 に関しましては QZSS の日本の導きにも対応しています。ということで、ファーウェイウォッチ GT5 の主な特徴をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。ちなみに価格に関しましては、おそらく日本でもねこの後発表があるんじゃないかなと思いますけども、価格に関しましては昨年出ました GT4 とほぼほぼ同じ価格帯なのかなというふうに思いますが、期待して待ちたいと思います。ざっと GT5 と何が大きく変わったかっていうと、正直言ってですね、そう多く変わっていないっていう感じですね。マイナーチェンジなのかなという感じです。そしてバッテリー持ちもね、若干ですけども AOD 使った場合の駆動時間が4日から5日間にアップしていますし、また防水防塵のところでは IP69K に対応していますので、よりね高精度になったのかなという感じですね。気になった方はぜひ詳細は概要欄のリンクからご覧いただければと思います。ちなみにまだグローバルでしか発表されていませんので、しばらくは英語版のみになりますが、おそらくね順当にいけば日本でも発表されるんじゃないかなと思います。ということで、この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。